はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングル PC です。では、今回は、デートの計算3パープキット PC 版、日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回はね、アメリカ軍が空母機動部隊を使って、マーカスからトラック、ラバウルとね、太平洋で広く作戦を展開してきていたのですね。こちらは、小沢艦隊、そして新しく新設した井上さんの第一艦隊、いずれも空母機動部隊ですね。これで迎え撃ってなんとか撃退したというところまでプレイをしていきました。ただ、小沢艦隊がその艦載機を失うということになりましたので、少し時間をかけてですね、ご覧の小沢艦隊については、空母、それに乗せる艦載機を補充しています。その代わりですね、井上さんの第一艦隊から一部航空隊を引き抜いているという状態です。それに伴って、小沢艦隊の方は空母を新しく建造された昇格型のね、5番艦、6番艦の次、7番艦、8番艦を加えて、空母が8隻体制、というね、かなり手厚い陣容に変えています。ではまず空母を確認していきましょう。随格ですね。随格はもう最初からずっとね、健在というところで、船員の練度が99。かなり心強い、小沢艦隊の旗艦という形になっています。そして、軽空母随砲ですね。こちらの方もね、もうずっと戦ってきてくれている艦になります。そして、こちらがね、新しく入れた艦隊空母になります。艦載機の方はね、もう補充されています。なので、シナノはね、新しいものではないんですけども、それ以外はみんな新しい空母なので、船員の練度が極めて低いという状態ですね。ただし、艦載機の数はね、充実しているというものです。で、第一艦隊の方は逆にですね、残念ながら、艦載機をね、第6航空艦隊、小沢さんの方に転属させているので、艦載機が今、スカスカという状態です。このまま第一艦隊は呉に戻っていますので、呉で待機、艦載機を補充するまで待ちます。あと、新しくですね、お金、鉄に少しずつ余裕が出てきているので、二次型の正規空母、その3番艦に当たる天下不備、これをね、新しく今建造中です。さらに、永楽通報、これもね、二次型の正規空母、100機搭載可能の大型空母ですね。これも今新しく建造を開始しています。9ヶ月後にロールアウトです。他はね、軽空母、それと防空艦、駆逐艦、この辺りを建造中です。そして、前回最後にご紹介した烈風。待望の新型艦上戦闘機、烈風がようやく完成してますので、各二次型の戦闘機、二次型の艦爆、二次型の艦砲は、烈風以下、烈風相当にアップグレードしています。じゃあ、どれくらいアップグレードしてるのっていうところですね。二次型の戦闘機で確認しましょう。5駅見ましょうか。まず、速度が699。これね、烈風が675なので、それにちょっとプラスアルファ乗せています。攻撃力もね、烈風が91なので、95まで上げているというところですね。で、航続範囲に関しては何度もお伝えしている通り、増量タンクを、落下式の、ね、ものを、装備させたという前提で、冷戦の21型が3500飛べたというのがありますので、3500にさせていただいています。では、これで、プレイの方、続きやっていきましょう。で、今回はですね、カルカッタ、ここからデリーに進行します。まず1つ目。デリーの方は、敵の、守備隊が1しか入っていないので、これであれば陥落させることができるでしょうというところですね。で、一方、マドラスとコロンボに関しては、充実しているので敵が、ここへの進攻というのは今すぐできる状況ではないのかなというふうには思っています。航空機も多いですからね、敵の方。で、さらにもう一つ、今回は今、マーカスに入っているこの第6艦隊、小沢艦隊を使って、ミッドウェー攻略を始めていきましょう。ミッドウェーの方もですね、敵、あまり増強をかけてきている感じはないので、今攻略する絶好のチャンスと見ています。では、時間を進めていきます。はい。デリーの方は占領を完了しています。デリーがね、取れたからなんだというのはあるんですけど、補給線の方を見ておくとですね、デリーと、カルカッタ、これがね、最前線という形になりますね。マドラス、ここに敵のね、大部隊が入っているので、このデリーに関しては、この後ですね、守備隊を増強します。これで守り切りましょうという作戦ですね。それに伴ってラングーンに入っている基地航空隊ですね。これをですね、新しくじゃないね、カルカッタの方に転属させましょう。カルカッタで守備隊をね、増強していきます。はい。で、イベントですね。ヒトラー総統。V2 ロケットの配備が完了したということで、これをね、太平洋戦線にも投入する用意があるという、ビッグな、ナイスなニュースですね。ドイツは太平洋方面 V2 ロケットの配備を開始しましたというイベントです。すでにもう戦争はね、史実では終わっている45年の10月に達していますが、ここで V2 ロケットが配備可能という状況になっています。インパールから先、カルカッタ、デリー、ここのね、死守のために、特に注意しなきゃいけないカルカッタとデリーですね。ここにはですね、守備隊を今増強をかけています。で、ここでね、イギリス軍を封じ込めるという作戦です。では、今回のもう一つの大きな作戦目標であるミッドウェー島攻略、これを始めていきます。投入する艦隊はまず、第6航空艦隊、小沢さんの艦隊ですね。これを基地攻撃のために向かわせます。ただ一度ね、この今入っているマーカスにもですね、敵の、スパイが入り込んでいる可能性が極めて高いので、一旦ですね、攻撃目標を取得するために、ポートダービン方面に向かわせます。南下させると。ポートダービンを攻略するよっていうね、偽の情報を流します。その後、ミッドウェー方面に転進させます。これでね、敵にね、ミッドウェーが攻略されるっていう、そういう危機感を持たせない中で、奇襲攻撃をかけていくというところですね。で、第6艦隊、小沢艦隊の方は航空機満載してあります。練度がね、完璧かというと、そういうわけではないんですけども、それでも航空兵力の練度は60から70までは上げてあります。では、ミッドウェー島のね、作戦目標を確認しておきましょう。敵の航空隊ですが、ヘルキャット。これはね、完全に烈風以下。冷戦の、どうだろうね、32型とか52型の世代だと思います。で、コルセア。コルセアがね、烈風よりもちょっと弱いかなぐらいですね。最新鋭機がね、ミッドウェー島には配備されていないのかなというふうには思っています。なので、これであれば烈風相当の2次型の航空戦力を投入すればどうにかなるかなというところですね。ムスタングがね、速度703ですけども、烈風ももう680、90というところまで来てますので、すごく劣っているというわけではなくて、このあたりが、同じぐらいの戦闘力というね、戦闘機になってますので、いずれにしても我々の新しいね、ものであれば十分に戦えるかなというふうに思っています。なので、このまま、本当だったらね、第1艦隊と第6艦隊の共同作戦にしたかったんですけども、空母に乗せている艦載機を喪失してしまって、2個艦隊出せないので、小沢艦隊だけで戦っていきます。小沢艦隊の方は8空母体制になってますので、4空母から航空隊を出撃させて、次のターンで4空母出撃させるっていうね、1個艦隊でありながら、2つに航空隊を分けて攻撃をかけるっていうね、分離型アウトレンジ攻撃というようなね、形で攻撃を仕掛けていきたいと思います。では、第6航空艦隊ですね。ミッドウェー島攻略という作戦目標を取得してはいたんですけども、ミッドウェー島周辺に展開している敵の艦隊を発見しています。早速、これ確認していきましょう。その数12。全く規模がわからないですが、まあ、前期ね、出撃させていきましょうか。数が不明なので、このまま、攻撃をね、仕掛けていいものかというのはありますけどね。直縁機がゼロ、潜水艦隊の可能性がありますね。まずは敵を確認していきます。やはり潜水艦隊でしたね。このまま敵のね艦隊、潜水艦隊で壊滅させていきましょう。はい、敵の潜水艦隊ほぼ壊滅させています。まあ、痛快ですね、この大空母艦隊に変貌を遂げた小沢艦隊であれば、このままミッドウェー攻略等もできそうな、そんな感じがします。いや、それにしても全然コロナウイルスはね、状況良くならないですよね。まあ、良くなる要因もないといえばないんですけど、このままいくとね、まあ、ワクチンの、まあ、開発も年内は厳しいんじゃないかと世界的に言われている中、来年のね、まあ、オリンピック開催。これも微妙かなーなんていうね、感じがしてきてしまいますよね。本当だったらね、しっかり、ワクチンないし対策を取ってやってもらいたいな、オリンピックはやってほしいなって思うんですけどね。では、ここからはですね、ミッドウェー島の攻略の方に着手していきたいと思います。航空機出撃させていきます。敵の直縁が50ですね。我々のは350機で出ますので、これ壊滅させてですね、一気にミッドウェー島の攻略をね、進めていきたいと思います。はい。ご覧のような形ですね、29機喪失しています。敵の直縁は16機撃墜です。湾口施設は破壊しましたが、飛行場のね、守りが固くてなかなか攻略できなかったというところですね。要塞はだいぶ削っています。このままミッドウェー島攻略を続けていきましょう。マッカーサーの息の根を止めると。ああいうところですね。で、これ以上前に進出する必要はありませんので、小沢艦隊はこの場で待機。ここから繰り返しアウトレンジ攻撃を仕掛けていきます。では、ミッドウェー島のですね、守備隊ほぼほぼ削ってきましたので、ここからはですね、ウェーキーから陸戦隊を投入していきます。これでミッドウェーをね、陥落させましょう。帝国海軍にとっては、まあ、因縁の地と、言っていいと思うんですけども、このミッドウェーにね、高速で陸戦隊を送り込んで、一気に制圧してですね、ハワイ攻略の足がかりにしていければいいかなというふうに思っています。で、ミッドウェー島の攻略に関してはですね、引き続き小沢艦隊の方で航空支援を行いつつ、今お話したように陸戦隊で、ね、制圧していくという作戦になりますので、このまま継続していきましょう。艦隊の方なんですけども、井上さんの第一航空艦隊の方もですね、空母を7隻体制にして、艦載機の補充待ちという状態です。で、ずっとね、呉で待機している大和、武蔵なんですけども、ここに関してはですね、今、軽空母をね、配備進めている状態です。すでに第1戦隊と第2戦隊には軽空母を配備してるんですけども、第3戦隊、第4戦隊には空母入っていないので、今、建造中の空母。これがですね、もう1ヶ月で4隻軽空母上がってきますので、この軽空母をね、まあ護衛空母という形で配備して、この第2艦隊、大和武蔵もね、前線に再び復帰してもらおうというふうに考えています。では、ミッドウェー島の、ね、攻略進めていきましょう。守備隊も削り切りましたね。あとは、このまま陸戦隊がね、ミッドウェー島に突入というのを仕掛けてくれればいいですね。またちょっとオリンピックの話に戻すと、ツイッターとかで何度かお話してると思うんですけど、残念ながら僕はね、すべてのチケットを外してしまったので、現地観戦というのはできないんですけども、まあ、今となってはね、このコロナの状況で現地観戦が果たして来年開催されたとしてもどこまでできるのかというのはあるんですけど、やらないよりはやった方がいいだろうって僕は個人的な意見ですけど思ってるんですよね。完全に中止してしまった方がいいだろうっていうね、ご意見をお持ちの方もいらっしゃると思いますし、まあ、それはそれで、まあ、言い分があるというか、まあ、安全最優先でっていうことになると思うんですけどね。できるんだったらやった方が、まあ、あらゆる面で、まあ、完全に中止してゼロになるよりかはいいのかなとは思うんですよね。ミッドウェーの付近に今敵の艦隊現れてますね。この艦隊も排除しておきましょう。今また艦隊ロストしてますけども、この後、小沢艦隊ですね。こちらの艦隊もミッドウェー島に接近もう少ししていくので、その中で敵の艦隊、発見できたらすぐに攻撃を仕掛けます。一番怖いのが敵にね、先制攻撃を食らうというのが一番怖いので、まあ、そういう状況にだけならないようにね、気をつけましょうか。また敵の艦隊発見してるのは、さっきの艦隊とは別の艦隊ですね、これ。昼の14時。ここは前期出撃かけていきたいところですけどね、数がちょっと足りてないかな。もう何ターンか待って攻撃を仕掛けましょう。新たに敵の空母、しかも3入っている艦隊発見しています。ここに対して攻撃を仕掛けていきましょう。いや、アメリカ軍本当にどんだけ空母持ってんだって感じですけどね。沈めても沈めても空母がやってくるっていうね。まあ、工業力を一つとっても、まあ、アメリカと日本では倍半分のね、まあ、力の差があるとはいえ、あんだけ空母を沈めて、なお空母を投入してくるっていうアメリカ軍のその空母の数、すごいよな。まあ、対戦中にね、SX 級だけでも20隻投入。護衛空母に関しては50隻前後ですよね。確か、アメリカ軍はね、建造して投入してきたと思うので、まあ、決して、不思議ではない状況だとは思うんですけども、それにしても日本軍と比べてアメリカ軍のその空母の充実ぶり、すごいなーっていうところですよね。できればね、敵の空母を、まあ、バッタバッタと沈めながら、でも、さらに空母艦隊か。ちょっとこの敵の空母2、3といるんだな。まあ、近い方から攻撃していきましょう。ミッドウェー島に近づきすぎているっていうのと、あと敵の空母が接近してきているので、この後第6艦隊、小沢艦隊は一旦ミッドウェー島から離れましょうか。92機だけか。どうしようかな。これ出撃させて92だと厳しそうだな。回避しましょう。回避して次のターンで思い切って攻撃を仕掛ける。よって小沢艦隊は一度ミッドウェー島から離れます。アウトレンジ攻撃をね、前提とした作戦なので、離れて攻撃を仕掛けていくというところですね。まあ本当にヤマト、武蔵がね、撃沈寸前までに追い詰められたように、敵の空母の空襲を食らうともうそれで終わりなんで、まあ発見されないことを祈りつつですね、直縁の数はそれなりに上げてますので、小沢艦隊のね、ダメージができるだけ少なく済むようにというふうには考えています。では、夜間爆撃ですが、爆撃していきます。夜間にね、まさに奇襲をかけると。しかも、敵は直縁を上げていない。こんなチャンスは二度とないぞ。これで2空母、仕留めましょう。まず敵は発見できてますので、このまま敵の2空母。アメリカ軍の第2艦隊か。第2艦隊は空母、1隻だけ残ってたはずなんですけど、もう1隻どっからか引っ張ってきたんだな。まあ、空母発見をしてるので、ね、夜間爆撃だと、ね、空母を発見できないまま空振りに終わるということが、まあ、それなりの確率であるんですけど、今回は、ね、幸いにも敵の空母を発見、していますので、これは、ね、確実に仕留めておきましょう。軽空母、ポイントクルーズ、撃沈。戦艦も数入っていそうだな。ちゃんと見なかったですよね。まあ、少なくとも、空母が2隻いたうちの1隻、それが軽空母で撃沈してあるというのが確認済みです。はい、空母1隻、戦艦1隻撃沈しています。戦艦はアラスカでしたね。味方の航空機の喪失がね、敵の直縁はいないとはいえ、VT 新艦を開発済みのアメリカ軍の対空防御がね、結構えげつないですね。まあ、できればね、航空機の喪失は最小限に抑えておきたいんですけど、ここまで、敵のね、対空防御の前に、艦載機を削られているっていう状況だと、この後の継戦能力が厳しくなってくるよなーっていうね、印象がありますので、ミッドウェーの攻略の後は一気にハワイ攻略までね、進めていきたかったんですけど、ここでついにアメリカ軍の機動部隊に、陸戦隊積んでいる駆逐艦隊が捕捉されてますね。半数を失っています。第2艦隊の空母仕留められなかったからな。ここは一刻も早くミッドウェー島のね、攻略を進めちゃいましょう。で、空母1隻残ってる方ではなくて、3隻残ってる方の状況を見ておくと、86機での攻撃は危険なのでやめておきましょう。空母が3、戦艦が4、巡洋艦が9、駆逐艦が13というかなり大規模な艦隊ですね。はい、アメリカ軍の攻撃によってですね、まあ、残念ながら、第9輸送艦隊、陸戦隊ともに壊滅しています。ただ、ここはミッドウェー島の、ね、攻略完了させて、なんとかね、終わらせておきましょう。ここ、どっち攻撃するかだよな。ミッドウェー島の攻略を終わらせるか、それとも敵の空母を叩いておくか。55機しか出れないのであれば、ミッドウェー島の攻略、先にしちゃいましょう。敵の陸戦隊が5残ってるので、おっと、キャンセルしちゃったか。先にミッドウェー島をね、今攻撃しておけば終えられたかなという感じがしたので、残念だな。まあ、ただ、残り守備隊5なので、これ削って終わりにしていきましょう。はい、ミッドウェー島の攻略完了しています。さあ、ミッドウェー島の攻略が完了したので、まずは軍令部に行って、お金をね、受領してきちゃいましょう。これでお金がまたもらえますからね。で、次の目標ですが、次はハワイ攻略。ついに来ましたね。ハワイ攻略作戦を今回ね、新しく選択できるようになりましたので、次回は画面のマップ右下の方に映っているハワイ攻略を行っていきます。ただその前にだ、まずは第10艦隊ですね。ここにもダメージ出てますので、これを一度急いでクレに戻しましょう。で、クレで陸戦隊と輸送船とまた補充してハワイ攻略の準備を進めていきます。それと、ミッドウェー島付近に展開している敵の艦隊ですね。これもね、潰しておかなきゃいけないので、急いでこの艦隊を排除しにかかりましょう。で、ミッドウェー占領しましたので、イオージアの基地航空隊をですね、ミッドウェー島に進出させて、ミッドウェーを最前線基地の方にね、していこうと思っています。なので、ミッドウェー島に硫黄島の航空隊をね、配備していると。今、転属をかけているので、これがね、完了すれば、またミッドウェーから防御体制というのが整ってくるのかなというふうに思っています。では、このままですね、敵の艦隊、追撃をかけて壊滅させて、次回、ハワイの攻略戦をね、続きやっていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきます。